改札口ホーム、中筋駅は、広島県広島市浅南区中筋一丁目にある、広島高速交通広島新交通1号線の駅。島式ホーム一面二線の高架駅。ホームから1フロアを降りたところに券売駅、改札がある。コインロッカー設置駅。国道54号議温新道上空にある駅で、最も北に位置する駅である。 気温振動を北進すると、山陽自動車道広島インターチェンジがあり、交通の要衝の一つとなっている。浅南区役所にも至近な駅でもあるが、区役所そのものは、古市一丁目に位置し、JR 加線古市橋駅からの方が近い。バス案内所中筋駅アストラムラインから、周辺団地向けのフィーダー機能を期待して整備されたが、広島インターチェンジが近接することもあって、 実際にはここを経由する高速バス、空港リムジンバス専用となっており、一般路線バスの乗り入れはない。ターミナル内に、ゆうちょ銀行 ATM が設けられている。かつては、もみじ銀行と広島信用金庫の ATM も隣接していたが、現在は撤去されている。また、かつて友人のバス案内所が設けられていた。現在は無人化され、 広島空港のフライト情報が表示されている。高速ツアーバス時代のウィラーエクスプレスの東京、広島便にも中筋駅停留所が存在したが、バスターミナルには乗り入れず近隣の速道で受付を行っていた。祇園新道東側にバスタクシーの乗り入れるロータリーがあり、ロータリー沿いにバス乗り場が設けられている。一番乗り場が広島空港行きエアポートリムジンの 専用乗り場で、それ以外のバスは2番乗り場に停車する。いずれも広島市内方面への乗降不快化の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年毎降車総数の情報を公開している。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った、値を小数点2を丸めて小数点1位の、 値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。